それではしていただきます、はい。それではいつもあの時間がなくなってしまう今日あのお話をいただいた順番逆にですね、まず妊産婦についてあのご質問がある方いらっしゃいますか。まず挙手をお願いしたいんですけれども、よろしいでしょうか。あ、どうぞ。IWGN の岩田と申します。あの前回の、12回の県民健康管理調査の検討委員会のところで、あれ先生いらっしゃらない。あの先生ちょっと今回この場には。分かりました。それでは結構です。それではあの次に心の健康度生活習慣に関する調査について、ご質問ある方まず挙手をお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。それでは健康審査につきましてご質問がある方挙手をどうぞ。健康審査です。まず、はい、すみません。まず健康審査でよろしいですか。はい、どうぞ。毎日新聞の日野です。健康審査についてあの、先ほどの会合の中でですね、サスさんがですね、平成24年度からすべての検診を受けていただく仕組みということをおっしゃっているんですが、この仕組みというのはそのいわゆるその決算とか上乗せした仕組みということでいいのかということと、あと、従来の資料でその基本調査の結果必要とされる人が、健康審査の対象であるということは、述べられていたと思うんですが、これについて変更はないのかということ、この2点をお願いします。はい、それでは、佐々さん。はい、先ほども私の方で申し上げました、あの健康審査すべてのというところは上乗せではありません。あのご存知のように、あの避難給付等の皆さんは上乗せ検診と言われているものに現在あの受診をしていただいております。その他の福島県民の方で、これまで機会のなかった方に対する検診機会を提供するというようなことでお話申し上げました。あ、もう一つそのあれ、基本調査の結果必要とされる人というのが ずっと検診の対象者として入ってたと思うんですが、この取り扱いは今は変わってないんでしょうか。どうぞお願いします。はい、あの現時点でもあの特に新たな議論を進めている ところではございません。これについて、まあ、前回というか毎回聞いてますけど、その必要基本調査とその健康審査をつなぐ重要な唯一の結び目と言っていいと思うんですが、これについては今後どうやって検討していくのかというのをまた改めてちょっとご回答いただければと思いますが。はい、その点につきましてはですね、あの、まあ、当初から、基本調査の結果必要と思われる方にはというような2人が入っておりまして、あのご指摘の通りだと思いますが、まあ、どういうカテゴリーの人たちに、まあ、どういうその健康上の問題が発生するのかというようなことも一方で、見ながら、まあ、決めていくことになると思いますが、現時点で具体的なものにつながっていないというのが現状だというふうに私も認識しています。しかし、まあ、そこの指摘の通り結びつける可能性のある項目として入れてあるわけですから、具体的にどのようなことが対象になれるのかというのについては、まあ、今後きちんと健康審査の結果と基本調査の結果、これらを見ながら考えていくことになると思います。すみません、そのことは私は知りませんが、大津先生なんかいないですね。お願いします。あ、安村ですけれども、今ご質問の点は、以前その基本調査専門会の中で議論したのではないかということだと思うんですけれども、その通りですが、あの時の議論を踏まえて、何回前のこの検討委員会だとかちょっと正確に覚えてないですけれども、大津る当時の部門長が回答した回答という意向を特にあの具体的に、詳細な検討というのは行ってないというのが実情です。すみません、できるだけ多くの質問を受けたいと思います。引き続き健康審査について、多くの、まだあの、まず健康審査である方いらっしゃいますか。はい、ではあの
よろしいでしょうか。それでは、藤本先生がいらっしゃらないんですが、申し訳ありません。まず基本調査の方に移させてください。では基本調査の方の質問に移りたいと思います。ではじゃあ健康審査で、これ健康審査について最後の質問にしたいと思います。すみません。健康 IWJ の丸森ですけれども、先ほどの安村先生がお答えの中に、基本調査、健康審査の中でですね、体調であるとか病状であるとか、そういったことを聞かれているというふうにおっしゃってたかと思うんですが、そうですか。基本調査、健康審査の中で問診票というのがございますので、そこで聞いています。通常の問診票というのです。そちらに関しては今まで一切ですね発表になっていないんですけれども、発表になる予定はないんでしょうか。個人がその問診票の結果も踏まえて、検診結果も踏まえて一応返しているんですけれども、集計ということに関しては分析等は現時点はしてないというのが現実でして、しないということを決めているわけではないです。確かこれチェック項目でアンケート形式で書くものだったと思うので、5項目ぐらいチェックするんだと思うんですが、こちらに関して取りまとめて発表というのは以前から何回か安村先生にも含めて聞いているんですが、一切これからもないのでしょうか。すいません、私の記憶違いかもしれないですけど、やらないということを言ったつもりはないので、今後専門委員会でしっかり議論して、必要な形で、必要なというか必要と認めれば、もちろんどんどん発表していきたいというふうに思います。安村先生、そうすると今は必要でないということ。今は必要でないって判断しているわけではなくて、検討委員会、専門委員会でしっかり議論しますと言います。すみません、よろしいですか。検討委員会の記者会見ですので、本日の議論を踏まえてのご質問をいただきたい。そしてそれにつきまして、基本的には検討委員のご所見をいただくという場にしたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。それでは基本調査につきまして、どうぞ所属、お名前をまずお願いします。はい、ジャパンパースペクティブニュースの相原です。どうもありがとうございます。ですちょっと、基本調査の関係で、回収率が低いっていう、回収率が低いということで、途中から質問票をですね、変えたということなんですが、調査に関しては途中からその質問票を変えるということでですね、何らかの影響が出ないのかどうかということに加えて、その科学的なデータとして提供する場合ですね、質問票が変わるとですね、厳しい見方をすればですね、調査自体が別物になってしまうという可能性が、指摘される可能性があると思います。それについて、そういった途中で質問票を変えるということに対するご見解、並びにその変わった質問票との別立てでデータを公表するというか、集計するということをお考えではないのかどうか、じゃなく前のやつと今のやつ、今一緒なんで出てきてますよね。今の件ですが、前回でしたかね、会員のご説明があって、それについて、ご懸念のようなことを先取りしてですね、どのぐらい違いがあるのかというようなことについての検証をしたというふうに我々は聞きまして、で、今月これからということも発送して集計をするというふうに私たちは理解をしていますし、今日もそういう説明があったと思いますが、補足がもしあればよろしいでしょうか。私、どういう形で集計してごっちゃにしてしまうということはないと私は理解していまして、新しい、いわば、回答率を上げるために会員出版を作った、それの有効性あるいはその層については一定の検証をして、受信率というか回答率を上げるためにその準備を進めているというふうに私も理解しています。ですね、やっぱり調査の信頼度としてですね、やっぱり、最低でもというか最悪でもというか 40% ないしは半分以上ですね、母数が大きいということは考慮してもですね、信頼度というようなもので考慮されなければいけないと思いますけれども、そういった面では新しい集計表というのは成果が上がっているんでしょうか。それは集計の、割合というような
単純なものであってですね、中の質的なものについては見ておりませんけれども、その辺はいかがなんでしょうか。そして成果が上がっているのかどうか。私が受けた説明ではまだ新版での集計はしていないという説明で、前回聞いてますし、先ほどもそういう発言でありましたので、成果が上がっているかといえば、少なくとも私たちはその報告を聞いていません。ごめんなさい、今後もずっとこういうふうにこう一緒に集計して、していくご予定なんですか。前の質問票と新しい質問票の結果を一緒に混ぜちゃうっていうのは、もうずっと続けていかれる予定なんですか。混ぜちゃうっていうことではないんだろうと思います。目立てしちゃうんでしたっけ。まだ、まだこれからやるんですから、それ何度も言ってますけど、はい、はい、あと基本調査についてございますか。はい、それでは皇族選挙についてどうぞ。3センチですね、の腫瘍が発見されたことに関連してちょっとお伺いしたいんですけれども、ちょっとどこ見ても大きいので、それでこれの質問は鈴木伸一先生に対してです。今までですね、先ほどの関連で言えば今回で集計59例、母数の大きさ、それから一人良性が分かってますから58例ですね、疑いとそれから甲状腺、この58例については疫学の専門家の間でもですね、すでに多発だという指摘もありますが、今まで鈴木先生のご見解は、大規模な調査をやったことによるスクリーニングバイアスではないかという、基本的な見解でした。これについては今日春日先生からもご質問ありましたけれども、でただ私は今回のいわきのこの3センチの男児についてはですね、スクリーニングバイアスとこれ言えるのか、鈴木伸先生が専門家としてこれもスクリーニングバイアスだというふうに見ておられるかどうか、これが第1点目。第2点目はこの男児に自覚症状があるかどうか。第3点目はこの男児にオペをやっ細胞診で診断が出た後オペをやってませんね。このオペをしていない理由は何か。それから4番目、これが最後の質問ですけれども、鈴木先生 の説明には毎回ちょっと私も倒壊され気味なんですけれども、今日のご説明でもですね、腫瘍の大きさだけからは判断できないと、悪性か良性も判断できないし、液体が入っている場合とか、そういういろんな場合があるというふうにおっしゃいました。ということは、その科学的な根拠に基づいた推論すれば、普通だったら分からないという結論が出るはずなのに、今日は先生は、いつできたかという点もその推測、大きさとか増え点から推測できないとおっしゃりながら、かなり前に出来上がったのではないかと推測されるという判断されました。その根拠は何かということです。かなり前からということは震災前からということですね、原発由来じゃないということ。この判断、
論理的に科学的に話し進めていればわからないと、まあ、前回も同じような質問をしましたけど、質問を追求していくとわからないんだと言い切れないとおっしゃるけど、今日はかなり前から推測されるとおっしゃった、その根拠は何かということについてお教えいただければと思います。よろしくお願いします。鈴木先生に、いや、もう星先生、本来時間の無駄ですから、はい、鈴木先生にお伺いしたいんですが、なぜかというと検討委員会でもこういう質問が出るはずですし、私は少なくとも自分は県民が疑問に思うことを代表して質問しているつもりですので、本来だったらこういう議論あってもいいと思ってました。私が受けて、はい、鈴木先生に回答をお願いします。失礼しました。はい、プライベートプライバシーのことなどもあるので気をつけてご発言いただきたいと思います。先生どうぞ。担当の鈴木でございます。今本田さんがおっしゃったことは確かに、よくご理解できます。で、まず、その30.3ミリのお子さんのことですけど、ここの、症例に対して、詳しい話をすることはできない、ましてや一例、ここ一例だけなので、まあ、聞きやすいというところもございますけど、ただもう一度振り返ってみていただきたいんですけど、全体では 40.5 ミリまでございます。この子だけが30ミリで突出しているわけじゃない。私が先ほど申したかったのは、我々甲状腺の専門家では漠然とどのくらいでできるかというのは肌で感じてわかるわけですけど、その中でこれは驚くほど早いというのは大人の世界でございます。未分化がんというのがあってとんでもなく早くいくんですけど、あとは、まあ、それに近いがんがあってそういうのはとんでも早くいくんですけど、そういうものとは全く違うということを申したかった。通常の何度も今日もお話ししましたように進行の遅い腫瘍、その中で発見されたものですので、この方も症状はありません。で、こんなに大きくても超音波検査をしたら偶然分かったということで分かった。あと手術をされたかどうかというのは、当然ですけど25年今見つかったばかりですの で緊急性を要しない場合は保護者と相談の上これから治療するかどうかを検討しているところだと思いますので、これ自体に対して、今それ以上のお話はできないと思います。私が分かったことはこれだけですけど、これでよろしいでしょうか。特に甲状腺がんでも小児の場合は2つ学説があって早く進むという説も伊藤先生もいらっしゃいますが、ここも一つお答え、その通りお答えします。ここに今日年齢分布を出していると思うんですけど、この年齢分布は非常に通常の、その中でも放射線の影響がないことで発表されている小児の甲状腺のがんの年齢分布に非常に近いという、そういうことからもう一つの防症として我々は見ております。ですからとっても早いというのは確かに4歳5歳の方が突然できたら早いと思われるかもしれませんけど、かなりの経過をもって、通常の甲状腺の穏やかながんが見つかっているということが現時点での報告でございます。最初にちょっと申し遅れました。今日 の記者会見終了は一応5時半を目途にしておりますので、よろしくお願いいたします。じゃあ甲状腺大岩さん。すみません、朝日新聞社の大岩です。1点目はですね、やはり何回も繰り返しになって恐縮なんですけれども、今回見つかった、甲状腺がんの子どもさんや、疑いのある子どもさんが事故の影響が考えられないっていう、その、今一つ年齢分布っていうのを挙げていただきましたけれども、それ以外に、どういった理由から事故の影響と考えられないかというのをちょっと繰り返しになって恐縮なんですけど、改めてお願いしたいのが1点と、あともう一つはですね、来年度から、事故当時、胎児だった子どもさんの、検査も始めるということなんですけども、胎児の被曝影響ってこれまであまりないと言われている中で、相当な人数の、そういったお子さんの甲状腺検査を始める理由というのはなぜなんでしょうか。何を見るために、どういう目的で始まれるのか、それをお聞かせください。先ほど2点目については先ほどご説明があったと思いますが、そこは繰り返しで説明をしていただけますかね。それから1点目の件は、これは私のお答えすればいいですか。
どちらに向けますけども、あと鈴木先生の見解もできればお願いします。まあ、少なくとも私たちが今報告を受けて、明らかなその原発事故の影響があるというふうに判断をしているわけではないというふうに申し上げました。でその根拠はいくつもございますが、今日すべてその根拠を示されたわけではありませんし、長なく鈴木先生の方から我々に説明がありますし、専門家の方からも、その背景については何度も言われていますので繰り返しになるかもしれません。まず被爆宣言の話がどうかという話や、あるいはその年齢層の問題がどうか、あるいはその、進み具合がどのぐらいなのか、そして今まで、やっていた他の検査でいうところのスクリーニングバイアスのようなもので見つかっているという可能性が高いのではないかという、さまざまな説明を受けていて、そして私たち今日は具体的な説明がありませんでしたが、地域によっての発見率といいますか、がんの今まで見つかった率というものについても大きな変化がないといったようなさまざまな状況を勘案して、先ほど言っているように全くないというふうに否定しているわけではなくて、現時点では明確なものがないというふうに言っているわけです。ですから今後全体が揃った時点でさらに評価をする必要があるということは間違いがございませんし、2年後にこの後また2年間行われる2回目の検査との比較においてどうかということももちろん考慮に入れなければいけませんし、もう一つ言えば他の地域で行われたり他の国で行われている同年齢のによるものの評価などについてもまた参考にする必要があると思いますし、また一方で、これは多発だと言っているような人たちもいらっしゃることも事実ですから、そちらの方の論拠とされているようなものについても我々は詳細に見ていく必要があると思いますが、現時点で総合的に判断して私たちとしては現時点でそういう評価を受け入れているという状況にございます。何か追加があれば。ごめんなさい。先ほど の胎児の問題ですけど、それに関しては我々がこの研修を始めた時から住民からどうだっていう問い合わせが非常に多かったということと、もともと強くそれを影響を考慮しているというわけではなくて、当初は全く考慮してなくて始めましたけど、やはりどうなんだという問い合わせが非常に多かったということで、そこに関して少なくともそこは対応しようということで、そこに対する被爆の影響が強いからということでは全くございません。次に、じゃあそこの真ん中とか左右の真ん中に入ってます。福島中央テレビの村上と申します。ちょっと事実環境を一つ確認したいのは、悪性ないし悪性の疑いで15人増えているけれども、この発生の割合というのはこれまでの調査と変わりがないかということと、あと、がんと診断された26人については、その後の回復状況についてはどうなのかということ、あと、それから星先生にちょっとお伺いしたんですけど、今日委員から指摘あったと思うんですけど、外部被曝や内部被曝との関連性について、弘前大学の研究とかと連携すればいいんじゃないかという意見もありましたけど、この検討委員会、甲状腺の被曝影響についてもっと積極的にその外部の研究機関、教育機関と連携するべきだとは思うんですけど、ちょっと閉鎖すぎやしないかと、今後のちょっとその方向性について、そういうところ、ちょっとご意見があれば。分かりました。じゃあ、最後のところを私から説明して、最初のところは鈴木先生に間違いないように説明をしていただきたいと思いますが、今回作らせていただきます甲状腺検査評価部会につきましては、さまざまな意見をお持ちの方々の意見も取り入れることを前提に設置をさせていただきました。そしてこの福島県が行っているこの甲状腺検査に直接関わりのない方々に入っていただくこともしております。でその上でですけれども、外国の、調査の状況や他の施設で今回なんですか、環境省が行った調査の結果、その他についてももちろん参考にさせていただいて、今後どういうふうに評価をしていくのかということを含めてですね、議論させていただくつもりです。従いまして、閉じすぎてはいないかと言われると、そうなのか、そうなのかって、そういうふうな指摘として受けますが、私としては何か他の人の意見を聞かずにですね、福島県についてあると私たちのだけで何か決めていくような、そういう色合いのものではないというふうに意識していますので、またそういうことによって皆さんの理解が深まることを期待していますので、そう
そういうオープンな議論、あるいはさまざまな人たち、あるいはさまざまな協力を得て、進めていきたいと思いますので、ご安心いただきたいと思います。はい、先ほどから発生率のことですけど、発表のたびに増えているとあのと、当然募集団が増えてますので、二次検査の実施した数、あと一次検査の受診した数からあの割り出しますと、これはもちろん中間の経過ですので、正式な統計検査はしていませんが、あのざっと見我々がやったところでは増えているわけではありません。あともう一つ見ていただきたいのは、市町村別の割合を見ていただくと分かると思うんですけど、この間23年度がほぼ進捗していたところ、24年が半分くらいだったのが、ほぼここも、これはなかなか 100% というのはこれからも遅れてこられる方がいるので、今後これからもお話しますけど、スパッと 100% にはなりませんので、その度に何人か上乗せされますけど、ほぼ23年、24年はある程度のところまで来たと、その中の頻度を見ていただくと、そう大きな差はないということは分かるかと思います。あとはいろいろなデータが、超音波のスクリーニングをするとどのくらい子どもたちで見つかるのかというのも、少しずついろんな防止法が出てきていますけど、日本ではそういうのはされていませんので、今、チェルノブイリで、放射線の影響がない子どもたち の被曝の超音波のスクリーニングをした中でも、大体確か死後、ちょっと今数字正確に忘れましたけど、死後鮮明に1名と大きな乖離はないというような値を得てますので、最近そういう発表が論文でありましたので、ロシアの方から、それと比べても極端に乖離してない、超音波検査によるやはりスクリーニングで見つかるからかということで、今のところは経過を見ているところであります。はい、これはあくまでも全て個人情報ですけど、経過は良好です。他にご質問、一番前列の一番端の。すみません、朝日新聞の野瀬です。今日はありがとうございました。情報公開開示手続きの簡素化に関して、絞ってすみません質問をいくつかさせてください。まずここでいうところの、資料2の7の、4のところですけれども、詳細情報というものにはそもそも何が含まれるのかということが1点で、あと、これまでも開示手続きをしておられた方がおそらくかなりいらっしゃるのではないかと思うんですが、これまで何件手続きがされてきたのかという、あとそういで3点目がそういったこれまでに手続きをされてきた方に費用の返還を検討する考えがあるのか、あるいは返還するのかで、一二三が若干事務的な質問かもしれません。4点目に星先生にお伺いしたいんですが、このお話の根本というのは、検査をしたその結果というのは、言ってみればその検査結果ってある意味自分のものではないかっていうような発想が、そういった開示手続きをこれまでされてきた方の根本にあるのではないかと私は理解していて、そもそも情報公開請求ということなのかもしれませんが、こういう情報開示請求が必要な形での手続きが本当にいいのかどうか、その点での所感を教えていただけないでしょうか。はい、最後だけを先に申し上げます。このやり取りについて申し訳ありません。詳細なですね、何を求めてどのぐらいの方が、どんなふうに情報開示を求められているのか、あるいはそれは、どういうことなのかということについて十分な理解ができていないので、今ご発言が、それに対して明確に答えることができません。ですから今一日さんの話を鈴木先生から聞いて、それで私がもし所感が発生すればお話をしますが、そのことについて先にお答えさせてください。お願いします。事務局の方から答えてください。お願いします。はい、それでは医大のですね、事務局の健康調査課長の根本ですが、ご説明申し上げます。まず甲状腺検査に関します詳細情報という意味なんですけれども、これ実はですね、今まで県の個人情報保護条例に基づいてきた自己情報開示請求のことを、簡略化しようとしたものであります。それで、今質問のありました詳細情報と申しますのは、個人、未成年者の場合は親御さんも含むわけですけれども、一次検査結果、あと二次検査結果が該当します。そのものについての、簡素化ということになります。それで2つ目の質問でありました、これまでの件数ごめんなさい、
もちろん検査結果であろうことはもちろんなんですけれども、例えば A とか A1 とか A2 とかそういう結果自体我々は受けられたことは当然分かってるわけで、それから先にさらにどういう情報が開示されるのかって、その詳細っていう意味はどこなのかっていう、その具体項目を教えてください。はい、まずご存知だと思うんですけれども、一次検査の結果、検査レポートというものを、カルテに準じるものというふうに理解してもらって結構なんですけれども、各検者が、検査レポート、それから判定結果を明らかにした検査レポートも出てまいります。あとそれから必要に画像になります。静止画、必要により動画というような形になります。ここが一次検査の対象になります。二次検査の方になりますと、先ほどちょっと訂正のところにも出てまいりましたが、受付表であるとか、あとは各種詳細、血液検査であるとか、そういったものの自己情報、文書ですね、そういったものが対象になります。よろしいでしょうか。はい、あとは現在のですね、今ちょっと前の状況になるんですけれども、約200件これまでに、自己情報開示請求という形で、請求がなされて開示しているところであります。それは今日現在で約200件と聞かせていただきます。すみません、ちょっとお待ちください。これは9月30日現在の数字になります。はい、それからもう一つ、それは請求件数、それとも開示件数、どうしたでしょう。請求イコール開示と思ってもらって結構です。それから、これまでコピー代とか郵送料とかご負担いただいたということについて、返還するかという質問だったかと思うんですけれども、これにつきましては、これまでですね、自己情報、個人情報を条例に基づきます自己開示請求という位置づけで実施してきておりまして、それにその規定に基づく経費を頂戴しているところでありまして、現在のところはその分はその分、今回新しい制度になってきたところから、サービスを開始するというような考え方で今おります。その通りです。他にご質問ございますか。ちょっと答えます。わかりました。これは簡素化をするということは、そうだろうなと、そうだろうなというのは簡素化をするべきだろうなというふうに思っていますので、ただそれまでの状況の取り扱いの情報について言いますと、今の話を聞きますと、要はカルテ情報の開示に近いのかなという印象を持っています。もちろん、この情報のは個人が開示を受けられるべきものだと思います。したがって、全員に最初からかかればいいじゃないかという議論もあるかもしれませんが、フィジビリティやその後のさまざまな状況を考えて、現行のやり方がこのように変わったということは、その開示を受けやすくなるという意味で、私は妥当な判断だろうと思います。ただ今申し上げたように、じゃ全員にデータとして渡すのかというようなことについては、やっぱり議論の余地があるんだろうなと思っています。2列目のこちら、お二人目の方。共同通信社の前田です。2点伺いたいんですけれども、まず今回、占領癌の疑いの方と、患者の占領を、出していただいて、非常に重要なデータだと思うんですけれども、今まで出していなかった理由と、公開に今回踏み切った理由を改めて教えていただきたいのと、あとこれに対する、これ鈴木先生にお願いしたいんですが、事故との関連という意味から、今回 の, その 2mm シーベルト以下だったという結果についてのご見解をお聞かせください。今 の, 最初の件ですね、ちょっと私議論の経緯忘れちゃったんですけど、話題には前になってたと思います。前回かな、それはどうなんだという話が出て、それで少ない情報ではなく、件数も一定程度になってきたので整理をしたということだと僕は理解しています。鈴木先生、その件どうぞ。確
確か春日委員だったと思いますけど、質問をいただいて、それに答えるような形でこういうのを作らせていただきました。ただ見て分かりますように、まだ 35% ということで、我々は少なくともこのそれ以外の人へ の問診票の意義や重要性を説明して書いていただくというのは何度も二次検査のたび、またその後もずっとやっていますけど、なかなか増えないですけど、これを増やさないことにはこれだけではわからないだろうというのがあると思います。ただあるものは出したいということで、ここも出させていただきました。ある方の中ではそれほど高くないだろうということで、ただ徳波先生が今日おっしゃられたような他のこと、内部被曝の積み足しがどの程度か、でそれに関してはいろいろな推計値とかがあって、それに関して我々も考慮していますけど、この人たち一人一人に対して、即座に出せるものではないので、少なくとも外部被曝線量がどの程度だということをお知らせするのがまず第一歩と、これで、即座に全てがどうだということを語られるものではないけど、これから考えて、私ども今までも言っていることもそうですけど、これから考えて全て放射線の影響だと言えることではないだろうと、ただまだこれから時間をかけて丁寧に見ていく必要があると思います。以上です。他のご質問。2列目の一番端の方。福島美優桑田と申します。お尋ねしたかったんですね。今回の乳頭がんの例26例ということがあったかと思うんですが、推薦であるご説明の中で一件検討しているというような確か話があったかと思うんですけど、そこら辺もう少し詳しくお聞かせ願いでしょうか。はい、先生お願いします。じゃあ申し訳ございません。これはですね、乳頭がんではなくて、がんではあるんですけど、病名が今確定せず、検討中だということで、甲状腺がん26例のうち、甲状腺がんでうち25例は乳頭がんが確定して、1例は精査中ということで、お答えいたします。精査中ですので、いずれ分かったら報告いたします。病理像を検討中というのは私は理解したんですか。そうです、そうです。病理像を検討中で、非常に世の中にはストレートに1回でパラッと出ないものもありますので、丁寧にいろんな意見を聞いて診断したいと。以上です。他にご質問ございますか。質問どうぞ。すみません、福島中央テレビの田中と申します。よろしくお願いします。3点教えてほしいんですけども、甲状腺のエコー検査なんですけども、これ検査する技師さんによってちょっと評価が違ってきてるっていうちょっと事例があってですね、例えば県でやられてるものと他の民間でやられてるものでの方があったり、なかったりというちょっと判断が違っている事例があったんですけど、もともとエコー検査はそういうものだって僕は思ってるんですが、こういう説明っていうのはそのお子さんなり、保護者の方なりにする機会を持たれているのか、その場でやっているのかっていうのを一点聞きです。あと画像とカルテの話になったんですけども、これで保存期限はどういうふうに、お考えなのかっていうのを一つと、あとですね、これちょっと教えてほしいんですが、若いお子さん の細胞ががん化して、例えばエコー検査に引っかかるぐらいまで大きくなるのに大体何年くらいかかるのかとか、まあ普通の大人の方だったら大体3年ぐらいっていうのは聞いたことあるんですけど、その辺をちょっと教えてください。ですね、それはですかね、鈴木先生お答えいただけますか。カルテの画像の保存期間というのはちょっと、じゃあお願いします。まずですね、その画像の保存期間ですけど、 今のところ画像に関しては長きにわたってということです。保存しますけど、カルテっていう表現ですけど、これが医療用のカルテとこの二次検査までの調査表ではまた別です。そこに関してはまだ一定の決まりはないと思います。医療用のカルテに関しては通常の規定通りだと思います。あと最初の技師間での違いですけど、まさに技師だけじゃなくて、医師でもそうですけど、超音波っていうのはご存知のようにフリーハンドでやりますので、皆さんも手に持って今やれば誰でもできますけど、誰でもできるけど一定の技術が必要で、あと手 の超音波の当て方によって、形が様々に変わります。ですからなかなか客観性がないので、
レントゲン、あの CT 写真やレントゲンのように1枚写真を持っていったらどこでも分かるんじゃなくて、撮り方によって相当違う。で、撮り方はどうやって我々見てるかというと、ある一定の専門家たちは 割と質が一定なんです。そうでない、割とそうでない先生たちは自分たちで撮ったものがどうかっていうのがはっきりしないので、我々専門家に送ってきて我々が最終診断をする、そういうシステムになっています。ですから今回の検診はそういうことをなるべく省くように、同じ一定の精度で我々はやっている。ですから、あの検査に出た技師さんや医師の方もある一定の講習をして同じやり方をしてもらって、でその画像もその場で判断しないのは、実はもう一度我々の目で複数の目で見て再判定をしている。で再判定をして心配な人は確実に、あの良性だって言い切れないもの、 A1A2 と言い切れないものは B にあげている。ですから今日の二次検査の中で B の人が後日 A1A2 になる人もいると、安全意義を考えてそういうことも考えて出して、でよその施設のと違いがあるというのは、我々と同じようなシステムを我々はやる人に全て講習していますけど、それ以外でやった人の場合は、特にお子さんというのはこれ今までほとんど見てない人が多いですので、やはりあの所見が違うことがあるということで、もう一度心配されてこられて我々のところでもう一度説明するということも時にはございます。まあ、そういうことはよくあるということなんです。あと腫瘍の発生率ですが、3年かかるというのは初めて聞きましたけど、ものすごく時間がかかるものもありまして、人それぞれ、ただすごく遅いということで、3年ってそんな早くっていうイメージがあって、我々も非常に遅いっていうイメージがあります。ゆっくりしてるということです。保存期限は設けないっていう考えですか？いずれ期限は設けるって考え、今のところ決まってませんけど、今後まだあの1回目が始まったところですので、これからそういうこともあのきちっと決めていかなければいけないと思います。はい、ありがとうございます。あのちょっといいですか、1回目の件です。それをちゃんと説明すべきじゃないかって話で、私もそう思います。で実際に例えば1回目の検診で A2 判定を受け、ごめんなさい、 C 判定を受けた、あ、ごめんなさい、 B 判定を受けたって言って、再検査を受けたら A1 だった、 A2 だったという人たちもいらっしゃるんですよね。その時にどうなんだっていう、もちろん出ると思います。ですからあの A1 判定、A2 判定の意味で非常にこうやっぱり不安を持った方がいたと思います。ですから同じように B 判定を受けたり、途中で判定が変わるというようなことについて あのご懸念というか、そういう気持ちにはやはりきちっと対応すべきだと私も思います。で具体的な方法については、まあ、今後考えていくことになると思いますけれども、現場では相当程度苦労してきちんと説明をしていただいていると僕は今認識していますが、一般論として多くの人にそういうふう、あのそういうことが起こりうるとか、そういうことがありうるんだということはやっぱりきちんとアナウンスするべきだと思います。ありがとうございます。他にご質問ございますか？ですね、あのカメラのお持ちの方、集計ミスに関連して、あ、所属とお名前を、はい、アワープラネット TV の平野と申します。安倍さんにちょっとお伺いしたいんですが、2012年の6月のですね、あのマネージメント会議で、甲状腺検査について、まあ、必ず誤診が起こるんだという、まあ、発言をされています。で、保険の方に、入った方がいいということで10億円の保険に加入したとあるんですね。で、誤診が起こるっていう背景にはやはりその人手不足などがあるのではないかと思うんですが、あの県立医科大だけの検査にこう限界があるのではないか、そのあたりについてちょっと説明していただきたいんですが。もう待ってください。その最初のその議論じゃなくて、あの、どういうことですか。要はあの集計ミスの起きた背景について説明をしてほしい。まあ、集計ミスにもそのつながるその、まあ、人手不足、あの今日のお話で集計ミスの背景はご説明いただきました、はい、でさらに、それに加えて背景が 何か知りたいというふうな理解でよろしいですか？そうですね、今あのちょっと質問したことに対してなんですが、あの集計ミスでなくてで結構です。まあ、10億円の保険に加入して、そう10億円の話はちょっと今日の話とで、まあ、あのよくわかりませんが、あの集計ミスが起きたということについての背景について知りたいという、その
まあ、先ほど言ったとおり、まあ、それには誤信が起こるという発言の背景とつながるものがあるんではないかと思いまして、まあ、どのように思われているのか。すみません、まずは今日の検討委員会での議題について、それについて検討委員の先生方のご所見をお聞きするという趣旨で記者会見をしておりますので、その質問でよろしくお願いします。そういった趣旨でご質問がある方いらっしゃいますでしょうか。それではどうぞ。すみません、ちょっと事実関係だけ、先ほど鈴木先生がロシアでエコー調査で、まあ、4000人から5000人に1人やっぱりがんが見つかっているというのは、その、チェルノブイリの影響を受けない子どもさんの間でというのかどうかということを一点確認させていただきたいのと、あともう1回改めて確認なんですが、がん26人は全員がんという診断はついていて、1人だけその、がんの種類が特定できていないという理解でいいのかということ、3点目は甲状腺の部会は公開なんでしょうか。その3点、事実関係です。はい、3点目は公開ですね。はい、どうぞ。はい、1点目はまさに被爆の影響のないヒストリーのない人たちということで報告されています。で、2番目は何でしたっけ。26人は一応甲状腺だとは聞いてるけど、1名はちょっと最終的に乳頭がんとできるかどうかということで、今再検討中だということです。はい、先に一番、すみません、放射線被曝を学習する会田島と申します。いろいろと質問にお答えいただきましてありがとうございます。第3番目の回答をお待ちしています。で、質問ですが、鈴木先生がデータの訂正問題のご説明の資料でございますが、この図がありまして、伺いたいのはこの電子カルテと受付表という2つのデータがあって、それを照合した結果間違いが分かったので訂正なさったというふうに私は伺って理解したんですが、この2つのデータのですね、違いをですね、もうちょっとこの第三者的に精査をするというお考えがあるかどうかということ、それが第1点。第2点は、前回11回の資料のグラフの年齢分布が大きく変わりましたね、訂正の後。その問題についてのご説明はなかったんですが、これも受付表のデータと電子カルテのデータの違いによってグラフが変わったんでしょうか。それから第3点としては、こういったプライマリーの一時的なデータというのを、ぜひですね、もっとこうプライバシーを配慮した上で公開してですね、いろんな先生方の研究とか、それからもちろん親御さんの子どもさんのこれからの健康のために役立てるためにもっと公開していただきたいという声が強いと思いますが、それについてはいかがでしょうか。この3つを伺います。3つ目の話はそうなんだろうと思いますね。そうなんだろうというのは、形で利用できるべきだと私も思いますが、ただ問題はそれぞれの個別の診療のデータとなると、これなかなか取り扱いが難しくなると思いますから、そこは検診のデータというのと、実際の診療の時のデータというのは十分に吟味して考えなければいけないと思います。が、一般論として言えばきちんとした、形で取り扱われ利用されるべきだと思います。その年齢等のデータに関しては、いわゆる元データ、まず電子カルテの話でした。電子カルテとこの受付表、そこに関してはそれぞれ目的が違いますので、受
受付表だけでは画像とかも見れませんし、検査データも見れませんし、電子鑑定の中に画像が入ってたりいろいろありますし、それはそれで、経過を見るのにそこに電子鑑定記載したり予約システムを取ったりといろんなことが存在してますので、電子鑑定は電子鑑定として必要だと。受付表は受付をして周りの我々医療スタッフの人も一緒についてるわけですけど、いろいろなその受診の流れ、再受診の流れ、その後の経過を見るのにもその受付表も必要だと。ただ今回の経緯としては、そこの両者の データの適切な運用がうまくいかなかったということで、今後そこを直すということを申し上げました。で、先ほど の年齢のことはまた別でございます。あれは単純に元データは非常にこれセキュリティの高い元データですので、そこから計算しないで、そこから出したものを相当するんですけど、そこでちょっと相当ミスが起こったということであります。で、そこに対する突合もそのたんびに元データで何度も計算検討しなければいけないということで、今後そこをさらに再検討するということで、検討したいと思います。他にご質問ございますか。どうぞ。すみません、東京新聞の榊原と申します。鈴木先生にお伺いしたいんですけども、今日の会見の中でも、原発事故と甲状腺がんの因果関係について、どう考えになっているのかということを質問としてあったかと思うんですけど、まさにその点が一般の方にもすごく関心が高い点だとは思うんですけど、今回鈴木先生から報告される中でそこについての言及がなかったと思うんですけど、それはあえて説明しなかったのか、どういう意図で説明しなかったのか、ちょっと聞けますか。はい、お願いします。はい、どうぞお願いします。まずここでそういうふうに常に質問されるんですけど、この我々の検診の最初の目的は何かというと、もともと小児の甲状腺がんとか甲状腺に関して疫学調査がされてない。要するにデータは例えば100万人に1人2人っていうのは、たまたま子どもで甲状腺がんがあったっていう例えば論文を書いたっていうのを後で見て、だいたい人口当たりこのくらいのヒントだってくらいしか分かってなかったものを統計的にきっちり見ないと分からないと。それを原発前まで我々時間を遡ることはできませんので、なるべく放射線の影響がないと思われる時期を選んで急いで、まず福島の子どもたちをなるべく多くの人に行き渡るように検診をして、その影響もともとあったものを見ていくと。で、このくらい自然に調べればあると。今3県の調査、まさに長崎、山梨、弘前も同じような頻度で出ているように、同じくやれば見つかるというようなものを初めてやったわけです。で、初めてやったので、今そのたびに原発の影響かどうか放射線の影響か を見ている時期ではないんですが、もちろん我々は専門家ですので、予想外、我々の予想外にとんでもなく早く何かができた。予想外、本当に0から5歳の子にいっぱい出ていると、そういう予想外のことが起こればそうですけど、今まで分かっている範囲では放射線被ばく例の小児と同じような分布だとか、そういうことですので、我々はこのデータを集積してくることで、今後長きにわたって甲状腺がん発症とか発見率に差がないのかどうかを見ていかないと、わずかな影響も見逃さないようにするには、やはりきちっとした精度で長く見ていくことが必要だということで、そこに論点を置いています。で、我々今の時点のことは最終集計をしているわけではないので、細かいことは分かりません。ただ専門家として全て分からないといったら不安を煽りますので、今の段階で常識的に今まで分かっていたデータから判断すると、そういう影響はないのではないか、ないかということしか分かりません。ですから影響だということは分からないということです。はい、予定時間を過ぎております。あとお二人の質問で、今まで質問されていない方優先にあと2つとどめたいと思います。ではこちらの前列の方。共同通信の篠原です。星先生と清水修司先生にご質問です。今の鈴木先生のお答えを受けてですね、甲状腺と全体に関わるお話なんですけども、
議論の伊坂先生が規制庁の話、まあ、20ミリ以下のお話とかもちょっとですね、お話されてましたけど、改めてですね、まあ、停戦量被曝の影響、まあ、ないだろうと思うが分からないのためのこの調査、万が一の調査と、繰り返し議員の方々もおっしゃっていますが、その分からないながらをやっている中で、この20ミリの期間基準というのを改めて、星先生と清水先生どう思うか、でちょっと星先生、多分関係者なので発言しにくいところもあるかもしれませんが、副座長の清水先生に、さらにですね、そのまあ個人占領系の、まあ、形態とか、そういったこともあるんですけども、まあ、実際、福島で生活する、個人として、その辺どう提言を受け止め、どう考えていらっしゃるのか、清水先生に伺えればと思っております。今日の話とは直接関係ないような気がしますけれども、20ミリの話は先ほど議論があった通り、期間基準という話とですね、その科学的に今まで国際的に、まあ、認められているという話の100ミリというものを、まあ、並べて考えてどっちがどうだというものではないというふうに説明されましたし、私もそう理解をしています。で、期間云々のことについては言いにくいというか、ここで話すべきことではなさそうなので、後で聞いてください。何かコメントがあればどうぞ。20ミリという数字が、いわゆるそのあなたがおっしゃったような期間基準という意味で使われているのかどうかというのは、私は判断できないんですけれども、仮に20ミリを期間基準にするんだったら、これは県民としては到底受け入れられないだろうというふうに思います。だから、サイエンスの問題としてどうなるかということとね、ポリシーとしてどうなるかということは、きちんと分けなきゃいけないわけです。それは100ミリ未満についてはね、これ地学的に影響を確認できないというふうに言われてますから、20ミリ100ミリ低いわけですからね、そういう意味では同じことを言っているというふうに言っていいと思うんですけれども、それと期間基準をどうするかというとまず別問題ですけども、だから20ミリという数字をそういう形で基準にするということは私は賛成できない。ください。まあ、坂上さんおっしゃったように、煙から見るとですね、いろんなことにいろんな回避とか意見があってですね、どれを信じていいかわからないというのがこの2年半だと思うんですけども、一番県民に近いこの県民健康管理調査、そういった情報を整理していったり、そういった、まあ、統合を考えてないとおっしゃったのは、その辺は先生どう思ってましたか。100ミリについて、100ミリ、20ミリについては、その統一はしないという議論が会議の中でありましたが、君からするといろんな情報がいろいろ作成してですね、大変です。申し訳ありません。多分説明が下手だったので、理解をしていただけないんだと思います。100と20をその同じテーブルの上でどっちがどうだっていう議論をするべき指標の比較をしていないという意味です。わかりますか。100ミリというのは国際的に、先ほど言ったように明らかな統計が違いますね。疫学上、有意な差が出ないという線であって、で20ミリといって今出ているのはその ICRP の感覚の中で、まあ、期間をするときの、まあ、目安とするべき線量として提示されているものということですから、その違うものを比較してその統一性がないって言われても、それはもともと統一性がないものをテーブルの上に上げていることなので、ちょっと非常にその意味では同じミリシーベルトとついていて、何かその同じものを比べているように見えていますが、価値観の違うものをしようとしているので、そういう意味での理解が進まないというのがむしろ問題だろうと私は思っていて、ですからそういう意味での理解を進められなかったという意味で言うと、いろんなところでいろんな会議があったり、いろんな数字がいろいろ出てきているということは確かに県民や多くの人に不安を与える材料になっていることも承知してますし、その責任の一端は私にもあるのかもしれません。したがって、過去には遡れませんので、これから先そういったその占領の話をしたりというような時にはもう極めて何ていますかね、丁寧にするし、その理解を進められるためにできるだけ大きな機会を捉えて説明をしていきたいと思っています。それは本当におっしゃるような誤解を与えているということに関して言えば、おっしゃるような問題を弱しているということは認知しています。はい、終了時間過ぎておりますので最後の質問にしたいと思うんですが、すみません、3人の方どういった質問ですか。どういった質問、
性について、がん悪性ないし悪性疑い59例の中の、の時間的にロスしている面があると思うんですが、これは今も変わっていないのか、今後も続けるのか、で、それからですね、先ほどからその説明を繰り返さなきゃいけない、丁寧に説明しなきゃいけないとおっしゃってましたが、甲状腺検査の説明会って最近開かれてないですね、去年の、会津若松以降で、これは再開する予定がないのか、でその場も含めてですね、開示手続き簡素化しましたよっていうのは、どうやって今後アピールしていくのか。で最後の、質問、これ、逆にですね、今後本格調査と本格検査ということになると、今までは被爆の影響は考えられないという説明でしたけど、今度は逆に被爆の影響が考えられるというものを定義する気はあるのかどうか、それをお答えください。申し訳ございません。自己情報といいますか、詳細情報簡易化についてでございます。お尋ねの件は、個人情報保護条例の、本件の場合は福島県の個人情報保護条例なんですけれども、それに基づいた上で簡略化なのかというふうな質問、よろしかったかと思います。私どもの、医大もですね、自己情報の、失礼しました。個人情報保護条例の対象所得ではあるんですけれども、今回のものにつきましては、甲状腺検査に関する、サービス向上の観点と申しますか、その条例に基づく以前の大学内の要項という形で設定させてもらっております。ただ問題になりますのは、請求者の特定とか、そこのところはちょっと詳細に確認するところがあるんですけれども、そこは、条例のポリシーといいますか、考え方に基づいた大学内の交付要項というふうなご理解でよろしいかと思います。対象外ということですね。対象外にするということでいいんですね。今後、個人情報保護条例の対象外として、別枠のサービスとして提供するという理解でよろしいんですか。考え方はその通りでございます。考え方はじゃなくて事実関係をして、要項の位置づけからするとそのようになります。要項は今ここにないんでしょうか。今日ちょっと今持ってきてございません。判定委員会にかけるのは依然として変わらないんですかね、今後も。開示請求の方の、要するに途中経過ですので、判定委員会まで必ずかかっているので、皆さん。で、それをかかってないまま、生のデータを出すときに、一番は、我々一番心配しているのは、説明不足でそのままデータがいってしまうと、やはりそこにコメントをつけてあげないと、これはどういうものかと。そういう必要があるものがあるので、必ず判定委員会で、します。つまり他の人もそうですか。でも、全ての案件を判定委員会で画像もチェックするわけではないですよね。で、開示請求を受けたやつは全てチェックするということで、
中の会議でもあって、それは以前も取材で問い合わせしてお答えをお認めいただいたことそれ以外も全て画像をチェックしております。判定委員会で全て判定委員会で以外のところで、そうですね、これ判定の話です、ね、チェックをちゃんとでも開示状、開示請求したやつは判定委員会でかけてますよね。これはそういうふうに会議で決まったはずですが、そうですね、それは今後も変わらないということでよろしいですか。やはり写真を持って、見ていただくときに、他に持っていったときに分からないような情報があるといけないので、丁寧に説明を書いてということ。で、説明会は今後どうされるんですか。その説明会なりでこう開示請求簡素化されましたよってアピールすることが大事じゃないかなと逆に思うんですか。説明会はすでに学校単位にすでに多数やっております。学校で学校単位で、それぞれ各地域で、PTA のお母様方にやっておりまして、これちょっとデータは古いですけど、6月7日現在65校、まあ現在100校超えてるんです。以前やってたような地域単位のやつはもうやらないってことでいいんですか。もう広い範囲じゃなくて、保護者の学校のお母様方にやっております。これ、簡素化についてはどうアピールしていくんですか。今まで請求できるということすら一切ホームページにも書いてなかったような気がするんですが、今後はどうされるんですかね。これこの質問で次の方に移っていると思いますけど、要項の話はちゃんとこれ明確にしてもらわないとちょっとまずいと思いますけど、ここに書いてあるだけではわからないですよ、正直なところ。ですね、時間も過ぎてきています。ちょっと順番にやってください。はい、2点ですけども、1点は患者さんの中でこれまでですね、59名ですか、中でリンパ節への転移があった患者さんはおられたかということを言って、でもう1点がですね、もう1点が今伺ったものと含めてですね、そのデータの所有権、知的所有権、あとですね、それを外に出すっていうことに関する行政手続き上ですね、要項がないと非常にまずいと本当に思います。要するに情報を得るにも要項が必要ですし、情報を出すのもそうですし、管理をするということに関してもそれは行政上ですね、きちんと要項を作って規定をしておかないとですね、はっきり言って非常にまずいと思うんですが、はい、まあ、それと含めてですね、それとダブルで他のリサーチにですね、その情報を提供したケース、または今回の県民健康管理調査の結果を踏まえてですね、見解を、何らかの見解を外部に出した可能性はあるか、例えば IAEA とか規制庁とかアンスケアとか、それだけではなくて個人の研究者に対してですね、会として見解を出したかどうか、あともう一点、ごめんなさい、すごい短くて、お答え短くていいんですけど、盛んに今回も成井先生からベラルーシ1300件の実験しかなくなってないとかですね、チェルノブイリの件がいろいろ出されてて、今回もう1年2年ぐらいになりますけども、チェルノブイリの話が盛ん出てますが、今日のお話伺うとですね、今ベースライン測ってるとこだっていうような話が鈴木先生が出ました。じゃあチェルノブイリ、ベラルーシのこれまでのリサーチっていうか研究をですね、どういうふうに考えておられるか、まあ、座長も変わられたことでもありますし、その辺の、聞いててちょっとわからないんですね。チェルノブイリのケースをどこまでその適用する、あるいはしない、考えてる、考えてないことも含めてですね、そういったごめんなさい、3点以上と、まあ、先ほどのご質問も踏まえて、まあ、要項は作ってないっていうのは、これ結構まずいんじゃないでしょうかね。いや、じゃあまずその、なんですか、情報の管理の件、お答えすることがあったら、答えてください。今日の資料の中で、すいません、医大の健康調査課長でございます。今日の資料の中では、スペースの関係もありましたので、趣旨のみ説明させていただいたんですけれども、ここにホームページのですね、アドレスございます。ここに、今日以降って言いますか、これからになるんですけれども、今日検討委員会の方で、ご説明させていただいた上で、ご意見を伺った上で施行するっていうのは意味もありましたので、これからこのところにアクセスしますと、要項とかですね、その要項に基づく様式類、たものが入手できるような形になります。あと、これのですね、
広報につきましては、まあ、今日の、まあ、検討委員会をスタートにですね、まあまあ、皆様にパブリしていこうか、もう一つお願いしつつ、あとホームページとか、あとチラシとかを作りながら、効果的な広報に努めてまいりたいと考えております。以上です。これ条例ですから、条例の範囲内でサービスを行うという考え方でよろしいです。条例対象でいいですか。まあ、基本はそうなります。個人情報になりますから。はい。その通りでございます。じゃあもう組織ちょっと確認なんですけど、条例の対象内なんですか、対象外なんですか、この話は。どっちなんですか、個人情報でございますので、情報条例には福島県個人情報保護条例の個人情報には該当します。その運営を条例の範囲内でサービスとして扱いますということになります。これ条例改正とかなんかいるんじゃないか。いらない、条例の範囲内でのサービス向上になります。それからそれ1点だけ回答いただいたかったですけど、まあ、これシンガポール論争に毎回なってるような気もするのでですね、逆にこう明確にするお考えがあるのかどうかっていうのを含めてちょっとお聞きしたいんですけど、その、今までずっとその被爆との影響は考えられないということを何度も、まあ、結局毎回毎回やり取りされてますよね。で逆にちょっと聞いてくださいね。でこれを逆に被爆と影響が考えられるというケースを今後明確化するお考えとかっていうのはあるんですか、ないんですか。こういう場合だったら被爆としての影響として考えられますねっていうのをなんか一般論なりで、例えばどのくらいの基本調査でどういう結果だとか、あとどのくらいの大きさで、これだとこのくらいの時間が経ったからとか、なんか、そういうのがない限り、逆になんか今までのずっと延々とその話ばかりをしている形でですね、なんか意味がないような気もする。その辺はどう考えてらっしゃるんでしょうか。ちょっとそれは私から説明をします。ちょっとその論点がずれてると思います。僕はご質問の意味で言うと、現時点で、あるとは考えられないんですが、その現時点でその被爆の影響と思われるような、まあ、証拠は見つかっていないというのが、まあ、正しい言い方なのかもしれませんが、今後2回目3回目をやっていきます。やっていった中で様々なデータが分かってくる。今まで誰もやったことがないことですから、それを被爆の影響と結びつけるようなデータを、例えば3回目被爆専用の推計線量だとか、そういったものをベースに議論していって、これは確かにそういう可能性があるならあるというような話を導けるだろうと思います。ですから今ないと言ってるのに後であるって言うのか、それは方針の転換かではなくて、今の現時点は今ベーシックの調査をベースの調査をしていますという位置づけですよ。確かに。そしてしかし中には、いや今でもすでに影響が出ているという意見を持っている人たちもいます。しかし今我々はそういう考え方に基づいて調査を1回やっています。今後調査を重ねていった中で、もし、被爆の影響ということで説明がつくような事案事象、あるいはそういう現象を我々が観察することができれば、それはこういう形での被爆の影響があったと考えられるものが ありましたねというようなことを今のこの現時点で否定しているわけではありません。したがってじゃあ影響でがんになるというのは、これ確率的な影響ということで、線量に従ってリスクが上がるんですよね。ところが、まあ、現在そのじゃあこのがんの人が放射線の影響でなったとか、このがんの人は放射線の影響でなってないっていうのは見分けがつかないところもご承知の通りだと思うんです。ですから今言われたように、この人だからこの人は放射線の影響があるというような、その個々の症例を当たりながらです、ね、
それが影響かどうかというのを判定する極めてそれは難しいと思います。だからそういうアプローチが非常に難しいと思います。考えられないということもやっぱり先ほどから話になるとやっぱり考えられないというのもどうなのかなという話になるのではないかと思ったんですよ。いやだから現時点で我々がやっている証拠からちょっと導くことができないというだけの話ですよね。まあ、わかりましたけども。なぜかというと、今、二次検診の精度がどうかという判断において、その今の20何人の結果が出ましたということを我々は聞いているんですね。ですから、この人どうだったんだ、あの人どうだったんだ、その人どうだったんだというようなことについて、ここで私は議論すべきでないと思っていますので、多分お答えいただけないと思います。統計的にですか？よくなりましたって話をしてた。答えられる範囲でどうぞ。一般論としてあの若年者の甲状腺がんでリンパ節定位は多くありますし、リンパ節定があるないことでよく分かりません。ステージ病気分類も一期はリンパ節定位を通っておりません。遠隔定位があるかないかで変わっているだけで、そのくらい立ちがいいものです。ですからある人もいればない人もいると思いますし、ご質問の意味があるかないかということで何かを、得ようとすればどちらもあるって何の影響もないと、差があまりないということで一期の中に入ってしまう、病気の一期の中に入ってしまうと、それ以上はお答えしなくてもいいんじゃないかと思います。はい、それが甲状腺の特徴です。最後の方のご質問に移りたいと思います。すみません、手短にお願いします。では点滅化に参ります。まず一つ目がこの悪性内視悪性疑いの59例中一次検査で脳胞と結節の割合が、どれくらいのものだったのか教えてください。二つ目が、この59例中27例手術が終わっているということですが、残りの32例について、これから手術するかどうか、その診断基準で、そのような予定があるかどうかということをあれば教えてください。それで3つ目は、医療検査機関、県内の医療検査機関を増やすということで、まず社長の星さんと病院が二次検査までやられているという話でありましたけれども、これはこうした医療機関に指定されれば、例えば小児科医であった場合とか、かかりつけ医のお医者さんで、そうしたこの一次検査、あるいは二次検査とかを受けられるようになるのかどうかというのを教えてください。で4つ目なんですけども、これは安村さんにお聞きしたいんですけども、この基本調査の方で、これまでの疫学調査により100ミリシーベルト以下での明らかな傾向への影響は確
認されていないとありますが、疫学者としてこれを本当に信じていらっしゃるのかどうかをお聞かせください。はい、それでは3点目のことについて私からお答えします。先ほどご指摘のあった いわきの医療機関と郡山の医療機関、事件診の拠点としてパイロット的にという話は前回、事務局から説明した通りです。で、一時検診が身近で受けられるような体制作りというのはまさにその通り、その準備を進めているということなので、詳しい話は事務局の方から答えていただきますが、当初から言っていた通り、石川先生たちに見てもらえるようなために、かつ精度の高い検診をしてもらうために、講習会あるいは資格の制度などについて今、議論し、準備をしているところですので、できるだけ早いうちに、一時検診について言えば、比較的地元で受けられるような体制、もちろん学校での検診なども続くと思いますけれども、作っていくべきだと思いますし、それは当初から私が申し上げていたことで、かつ遅いという批判があるかもしれませんが、準備は進めています。具体的に何かあれば、3点目から言ってください。何かいいですか。はい、今お話ありました通り、一次検査、とりあえず一次検査を担っていただける県内の医療機関の募集につきましては、もうインターネット専門でしょうから、もう見られてると思いますが、11月1日を期限に募集、1回目の募集を行っております。今後具体的にお医者様の、なんて言うんでしょう、診断を担ってくださるお医者様 の資格とか、あと検査機器 の導入の基準とか、その辺を詰めさせていただいて、具体的な検査を、まあ、おおむねこれから準備しますと、来年お盆ぐらいからは具体的に県内の病院でも検査が始まると思っております。その質問の内容というのが、その検査を、その要項の中では医大の方で検診日とその患者さんというのをこう紹介していくというような、そんな形だったと思うんですけども、吉さんがおっしゃっていたようなかかりつけの身近なお医者さんに受けられるようになるのかどうかという、当面なりません。星さんはそれについてはお考えですか。当面なりませんが、勝手にやっていいということを私は申し上げており、身近な先生たちがそういう条件をクリアして受けられるような状況を作った上で、受けたい場所で受けられるようなことができるような努力はしていることになりますが、いきなり隣の病院で受けられるという状況ではないということです。はい、手術について手術をした人、59例の人に脳波とかということですけど、その合併については改めて検討は今のところはしていません。記載はありますので、知事検査の時に脳波だった人は何人、結節と診断された方が何人、この59人に全員結節です。結節の脳波で B 判定になっている人はいないんです。でただ脳胞を伴った結節というのは全部結節に出てるんです。ですから全部結節です。で脳胞でがんはいないんです。この検査で言ってる脳胞という、ただ我々はその中に身があるものは全部結節に分類していますので、その中に一部脳胞が伴っている人も入ってます。でそれは全部結節です。あと手術をするかしないかは、これは診療行為ですので、保護者の方とご本人と相談の上、それぞれ、検討されていると思いますので、それはそれぞれだと思います。その手術をするかしないかという診断基準もおそらくあるかと思うんですけど、それは医療者側にはございますけど、それは一定の基準というのはある程度の幅がありますから、それに対してあとはご本人やご家族がそこを選択していただくということになるかと。この現在のところ手術されていない残りの32例の方に関しては、その診断基準でいうとどういう状況にあるのか教えていただけますか。ここには明確には答えられないと思うんですけど、全て、そういう今の医療レベルの甲状腺 の適用、手術適用というものは一般的にございますので、それに合わせて説明をされていると思います。4つ目いただいた質問で、先生、安村先生、基本調査の外部被爆戦略の評価の表現に関しては、私はこれ疫学者としてこの表現に同意しています。はい、これをもちまして、第13回の検討委員会後の記者会見を終了したいと思います。皆様お疲れ様でした。